カネコでございます。ということで今日なんですけども、ちょっと変わった企画をやりまして、 YouTube 上でアンケートを取ってみて一番票が高い魚をさばいてみようかなという企画でございます。で、こちらのアンケートを取らせていただいた結果ですね、アンコウがダントツで票が入りました。なので今日は季節外れのアンコウを使って一つ作ってみたかった料理があるんで、そちらを作っていきたいと思います。ではまず台所に移動しましょう。はい、ということで本日の食材がこちら、巨大アンコウっていうことでね、アンケートで堂々と1位に輝きました。こちらアンコウさん、今日のアンコウが10キロあります。で、今日はこちらのアンコウを使いまして作りたかった鍋、しびれ鍋、アンコウでしびれ鍋を作っていきたいと思います。しびれ鍋とは鶏ガラとかそういう動物系のスープをベースに唐辛子とかあと山椒をたくさん入れて汗をたくさんかきながら食べる鍋なんですよ。もう夏にぴったりのお鍋なんですよね。で、こちらじゃん、朝市さんからいただきました生ジョッキ缶ですね。こちらの生ジョッキ缶としびれ鍋合わせていきたいなと思います。もう最高に合うと思います。ものすごい楽しみです。ほんで新スタジオになって初めてアンコウさばきますね。で、僕はね早くさばきたかったんですよ。なんでかというと、この土間作業スペースのシンクの上ちょっと見てください。こういってじゃん、ここにね金具が1個出てますよね。これアンコウの吊るし切りのためだけにこれ作ってもらったんですよ。これねめちゃくちゃ重いものも吊るし上げれます。100キロぐらいいけるんじゃないかな。なんで今日のアンコウ余裕です。吊るし切りでいきたいと思います。やっぱアンコウはね吊るし切りが楽ですよ。では吊るしていきます。まずはロープを引っ掛けて S 字フックを引っ掛けると、うわなんかもうすでに食ってるな、いろんなもの。せーの、いいよ、引っ掛かるかな、よっ、お、来た、おお、完璧にぶら下がりました。よし、そしたらさばいていきます。まずこのアンコウの口の中から水を入れます。ザーッと、めちゃくちゃお腹膨らみました。重さを出すことによってよりさばきやすくなると。そしたらまずはこのヒレを落としていきます。シュッと、わ、大きいですね。コラーゲンたっぷりです。2枚取れました。そしたら顎のラインですね、ここに切れ込みを入れます。で、切れ込みが入ったらそこから皮を剥ぎます。ビリビリビリと、お、やばい、取れちゃった。うわー、剥きやすい。はい、下の皮が剥げました。そしたら表の皮ですね、こっち側も剥いていきます。切れ込みが入んないとうまく皮が剥げませんのでね。はい、切れ込みが入りましたらそこから皮を剥いでいくと、ピロ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 。よし、そうしましたらこちらお腹を割っていきます。あんこうのお腹の中にはおいしいおいしいあん肝が入っております。このあんこう入ってるかな、うーわめっちゃうまそうなのが入っておりますわ。でかっ、ほら出てきました、あんこうの肝。で、肝の下にあるのがこれ胃袋ですね。なんかすっげえいろんなものが入ってそう。これはちょっと後で見てみましょうか。そしたら次はこの下の顎、ここのエラですね、エラのところを切っていきましょう。ズバズバと。で、ここの付け根ですね、ここの付け根を切る。はい、パカーッと開きましたね。で、エラのこの横にある牙1、2、で、上にも3、4と4つあるんですよ。で、この牙の下、この穴が見えますよね。この穴の下がこの胃袋なんですよ。なので、この牙は一度食べたお魚が胃袋から戻らないように返しの役割でついてるんですって。で、アンコウはね全部メスなんですって。オスのアンコウってちっちゃくてメスに吸収されちゃうんですって。切ねえと思った、その話聞いて。で、このアンコウも卵持ってますね。で、そしたらこうエラを取っちゃいましょう。はい、エラ片方取れました。はい、エラ2つ。そしたらここ外してピロピロピロっと。はい、下顎1個取りました。で、こっち側も同じように取ります。もうここまで来ちゃえばね、ほんと簡単なんですよ。吊るし切りって難しそうに見えるんですけど、めちゃくちゃ簡単です。はい、もう1個取りました。そしたらこの大きめの釜ですね。はい、釜1個。
はい、釜2つ。そしたらじゃあ皆さんお楽しみの胃袋取っていきましょうか。よいしょ。胃袋の下についてるこれは腸ですね。胃袋もね、餌食ってなかったら綺麗に掃除して食べることできるんですけど、ちょっとこんだけ作為の胃袋はちょっと匂いがついてると思いますんで、今日は胃袋やめときますね。おーすげえ、丸飲みじゃないの。今日の胃袋ガチャはカレーが入ってますよ。じゃん、なんだろうこれ、マガレー、ソウハチガレー、なんでしょうね。うわ、全部カレーでしてる。うぅくせ。ほんでこの胃袋の下についてたこのヒレヒレ、これです。じゅん、これがあんこうの卵、こんな長いんですよ。これがね、座布団っていうのかな。これも食べられると。いや、ほんと臭いのはあんこうの胃袋の中と腸の中だけです。あとはね、全然臭くないんでね。そうしたら最後ですね、美味しそうな身がついてますね。これを削いでいくと、ここから入れて背骨にカツンと当たりました。で、包丁の角度を変えてさーっと、この瞬間がね気持ちいいんですよ。吊るし切りはピロッと、はい、片方取れました。そしたら反対側も取っていきます。ここから入れて背骨に当たったら角度変えて背骨に沿って身を剥がしていくと、はい、取れました。はい、このように骨と頭だけになりましたと。で、骨と頭からもいい出汁出ます。特にね、この頭のところ、ここね、あんこうの頬肉入ってます。あ、取れた取れた、美味しそうなあんこうの頬肉入ってます。こんだけ魚体が大きいんで頬肉も大きい。はい、取れました。はい、これであんこうのさばき終わり。そしたら向こうのキッチン行きましょうか。はい、ではさばき終わりました。こちらが食べられる部分、身とかヒレとかエラとか卵とかで、氷水につけてあるこちらがでっけえあん肝、超大当たりでしたね。で、氷水に10分ぐらいつけて汚れをしっかり抜いてあります。まずはあん肝の処理からしていきましょうか。血管を取りましょう。この血管は食感が悪いので丁寧に丁寧に取っていきます。まあでもここら辺の大きいところブイーッと取れば OK かなって感じですね。ちょっと大きめなところは取る感じで、こんなもんでいいでしょう。そしたらこう薄皮がついてます。この薄皮も取っちゃいます。ピロ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 っと、よし、薄皮がきれいに取れました。そしたらボウルに戻して、そこに日本酒さーっと入れます。で、お醤油もちょこっと入れて味付け、臭み取りと味付けを一緒に行うと。よし、これで冷蔵庫で10分ぐらい寝かします。よし、そしたらあんこうの身ですね、こちらの処理をしていきます。で、ちょっと皮が残っているところがありますんで、この皮は取ります。ブルブルっとしたところですね、まあ、ここも食べても問題ないですけどね。プリプリっとして美味しいんですけど、身と別々で食べたいので身からは外します。はい、そしたら切り身状に切っていきます。結構ブリブリってしてるんでね、切りにくいです。でも綺麗な身してますね。そしたら今日はヒレも食べたいのでヒレ切っていきます。ちょっと大きいのでね、1個丸ごとだと。え、こんな感じ。そしたら座布団、卵もちょっと食べてみましょうか。僕ね、これ食べたことないんだよな。うわー、ちょっと臭いな。座布団もちょっとこの醤油酒の中につけておきます、臭み抜き。で、このね、あんこうは皮がうまいんですよ。皮もぶつ切り。で、頬肉、こんなもんでいいでしょう。そしたら皮の処理をしていきます。皮は一度熱湯に通します。ヒレも熱湯に通しちゃう。これで汚れと臭みを取っていくと。生のまま入れるとどうしてもスープが濁っちゃったりするんですよね。これ結構ね、すごい色してますよね。なんで皮は一度下茹でした方がいいかなと思います。で、氷水に落とします。はい、これで皮の仕込みの完成。ちょっと座布団もさっと湯通ししましょうか。よし、さーっと、まあ、こんなもんでいいでしょう。そしたらあんこうの卵、座布団も一口大に切っておきましょうか。
意外とボロボロにならずに固まってますね。これどんな味なんだろう、楽しみだな。でこちらあん肝ですね。あん肝もだいぶ臭みが取れました。サクッと切って半分に落として、でこのぐらいの大きさにあえて大きめにいきましょうか。贅沢だな。国産のあん肝これだけでいくらするんだろう。この2つだけで2000円くらいするんじゃないかな。たっぷりいきましょう。はい、これであんこうの仕込みが完成。そうしましたらしびれ鍋のスープを作っていきたいと思います。材料がね結構いろいろあります。ラー油、豆板醤、豆豉、大豆の発酵させたやつですかね。匂いがね味噌と醤油を足した感じの香りがしますね。しびれ鍋には欠かせないこちらホワジャオですね。山椒の実です。うん、おーすごい、カーッとくるいい匂いですね。大好きです。この青いのが、青い山椒ですね。はじかみっていうのかな。同じ山椒でもちょっと品種が違うのかな、まあ、青もこんだけ入れてみます。でこの青山椒の砕いたやつ、これ仕上げにファーッと入れたいと思います。唐辛子ですね。大きい唐辛子いっぱい使っちゃいます。唐辛子の粉ですね。でこれブラックペッパー、そしてニンニク、生姜。ほんでね、以前ラーメンの動画で作った鶏ガラスープ冷凍が残ってましたんで、今日はこの鶏ガラスープをベースにしびれ鍋のスープを作っていけたらなと思います。そしたらニンニクと生姜つっていきます。チューブでもいいと思うんですけど、やっぱりねフレッシュなものを使った方が美味しいと思いますんでね。今日は面倒くさがらずに粒のニンニクを使っていきます。で生姜、はい、ではニンニクと生姜がすれました。そしたらフライパンにサラダ油で火をつけて、で唐辛子で、そこにホワジャオで、青い山椒の実も入れます。で焦げやすいんで弱火でゆっくりいっていきます。焦げるとね苦味が出てしまいますので、はい、で香りがいい感じに出てきましたら火を止めて、ここに豆豉で、そこに豆豉醤ですね。さっき豆板醤って言ってましたけど豆豉醤のことです。豆豉醤もちょっと入れて、ほんで豆板醤も入れます。豆豉醤と豆板醤を入れます。豆板醤はちょっと多め、こんなも入れます。でそこにニンニクと生姜も入れます。そしたらもう一度火をつけてしっかりといっていきます。ちょっと油足します。で焦げないようにしっかりと混ぜていきます。いい匂いがしてきた、はい、そしたらそこに鶏ガラスープを入れます。凍ったまま、よいしょ、本当は溶かしてから入れた方がいいと思うんですけど、でもう一個入れます。少しだんだん溶けてきましたね。こんだけ溶けてしまえばもう香辛料が焦げる心配はないので安心。そしたら蓋をして完璧に溶かします。はい、ではいい感じに溶けましたら、そこにお塩、日本酒で、お醤油、お醤油は今日はこれ人醤油使います。僕がケジャンとかでよく使う醤油。ちょっとおっぽくなってきたよ。でそこにブラックペッパーで、そこに粉唐辛子たっぷりと、で粉山椒も入れます。うわー、いいねー、地獄みたいなスープができてきた。これは辛いの好きな人にはたまらんと思いますよ。でラー油をさーっと入れて、これでスープの完成。ちょっと味見してみましょうか。うーわ辛っ、うまっ、激辛よ。あ、でも辛い中にしっかりうまみがありますね。最強のスープができました。これでスープの完成。スープができたんで、ちょっとね肝がまだあったんで、あん肝ポン酢も作ろうかなと思って。まあこの大きさだったら半分に切っちゃうかな。半分に切って、でアルミホイルで巻くと、キュッキュッと巻いて棒状にしていくと、でキャンディーみたいにくるくるくるとしっかり絞ると、こんな感じ。こうですね。そしたら蒸し器にセットして、しっかりと蒸していきます。しっかり冷やして、そしたら切って盛り付けてあん肝ポン酢の完成ですね。
はい、そしたら食材が揃いました。スープ、お野菜、あんこうですね。そしたらお鍋に入れて火をかけていきます。まずはスープをお鍋に。そしたらまずは白菜、そしてキノコですね。ひらたけです。今からキノコが美味しい時期ですね。で、大黒しめじで、ちょっと変わった黄色いキノコ、これタモギタケって言います。これも美味しいので入れます。で、えのきみたいなちょっと茶色いやつ、これ柿の木だけですね。これも入れます。豆腐、そしておネギ、軽く炙ってあります。で、あんこうの身ですね。で、あん肝で、あんこうの皮もたっぷりと入れて、ヒレも入れて、で、この忘れちゃいけない座布団、あんこうの卵ですね。これも入れて蓋をして、ひと煮立ちしたら、あんこうのしびれ鍋の完成。はい、では、あん肝ですね。だいぶ冷えて、形が整いました。おぉ、いい感じ。そしたら、あん肝を切っていくと。わぁ、うまそう。そしたら、お皿に添えて、そしたら、ここに、ポン酢。で、芽ネギをちょこっと添えて、柑橘も添えたら、あん肝の蒸しの完成。はい、じゃあ完成、いただきます。よっしゃ、食べていこう。ではでは、じゃあまずは鍋からいきましょうか。こちら、プルプルのあんこうのヒレですね。可愛いですよね、こう手みたいで。あと僕、人生で初めて食べるあんこうの卵、座布団ですね。で、ここら辺にあんこうの身が当たった。あんこうの身で、ここにあん肝があると。ごろっとね、でかいあん肝。ほんで、プルプル食感のこちら、あんこうの皮ですね。で、スープをすくって入れます。よし、こんな感じ。ではでは、まずスープの方からいただきますね。いただきます。うわー、辛くてうまっ。おー、カレーすごいな。唐辛子も山椒も入ってるから、こりゃ顔面から汗が吹き出るな。スープ単体で飲むにはちょっと辛いね。まずこちら、皮からいただきますか。いただきます。うん、もっちもちプリプリで、たまに口の中に入ってくるホワジャオがすごく心地がいい。次、こちら、あんこうの卵、座布団ですね。いただきます。どうかな。いただきます。うん、うまい。面白い食感ですね。そこまでプチプチとはしてないんですけど、魚卵のプチプチ感より、この皮膜、この膜のもっちり感が美味しい。なんか湯葉みたいな、そんな感じですね、食感は。では次、身いきましょうか。あんこうの身、いただきます。うん、うわ、うまー。うわ、これ激辛のこのスープとめちゃくちゃ合う。これいいよ、あんこうのしびれ鍋。これね、夏流行りそう。次、あん肝いきましょう。どうだ、いただきます。うわ、うまっ。いい味しとる。素晴らしいあん肝ですね。めちゃくちゃ濃厚でうまいです。次、あんこうのヒレですね。ここがうまいんだよな。いただきます。うまっ。コラーゲンプルプルですね。皮とはまた違ったこのプルプル感がありますよね。で、多分ね、この豆腐がね、めちゃくちゃうまいと思うんだ。あとネギとかね、キノコ類ですね。これタモギタケかな。で、ちょこっと山椒もプラスします。粉山椒をさーっとかけると、追い山椒で。これで豆腐をいきますか。うめー、豆腐うまっ。この激辛スープがね、この木綿豆腐に染み込んで、うまいわ。スンドゥブとはまた違ったね、豆腐の鍋の美味しさがありますね。うまい。キノコね、うまいな。もう汗がすごい、顔面からね、滝のように汗が出てきますわ。うまっ。次、あん肝、
もうこれはね間違いないですよね。ちょっと箸休めでいただきます。うまっ。うん、上手に臭みが抜けてる。今日めっちゃ上手にできました。はい、ということで今日はこちらのあんこうのしびれ鍋とあん肝蒸しときましたらお飲み物こちらでいきたいと思います。せーのでん、ギーノのやつ生ジョッキ缶バージョン、パカッと開けてね、この泡がもこ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 っと出てくる瞬間最高ですよね。もこもこもこっと出てきました。このきめ細かい泡がねいっぱいもこもこしながら出てきて、はい、このぐらい泡が出ました。うまそうですね、フルフルの。ではこちらいただきます。うめえ、この家で生ビール感が味わえるって最高ですね。しびれ鍋と合うな。びっくりするぐらいすごいな。飲み口の感じもね、やっぱこうジョッキ缶いいですね。生ジョッキ缶だと特に泡がクリーミーなんですよ。めちゃくちゃうまい。そしてこう時間が経っても手で押さえてあげるとコモコってほらどんどんね泡が復活してくるんですよ。めちゃくちゃ画期的じゃないですか。中身は36年目で初フルリニューアルした新しいスーパードライなんですって。それじゃっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで今日は皆さんからアンケートをいただいて一番評の高かった魚アンコウをさばいて僕のずっとやってみたかった料理しびれ鍋を作ってみましたけども、マジでむちゃくちゃ上手にできた。あれはうまいわ。辛いの好きな方ぜひ真似してほしい。唐辛子と山椒のダブルパンチで汗がすごい出て今むちゃくちゃ気持ちいいです。ほんで今日は朝日さんからいただいた生ジョッキ缶と一緒にいただきました。最近ね動画のコメント欄で朝日さんとの動画を見るとあーもう月末かっていうねコメントものすごく目に入ります。皆さんの習慣みたいになってね嬉しいです。いやジョッキ缶はね本当に今日のねしびれ鍋とかああいう辛い料理とも抜群に合いますね。この暑い夏にね家で誰でも簡単に生ビールが楽しめるなんて最高ですね。生ジョッキ缶めちゃめちゃおすすめ。皆さんも生ビール自宅で作っちゃってください。開けるだけ、僕の一押しです。ということで家でもめちゃ楽しめるこちらの生ジョッキ缶この週末楽しんでみてはいかがでしょうか。というわけで今日ご視聴ありがとうございました。バイバイ。